シカゴカブス対デトロイトタイガースに押しかけた監修。当時外野にはフェンスはなかった。ベネットパークはアメリカのミシガン州デトロイトにかつて存在した野球場。1881年から1888年までナショナルリーグのデトロイトウルバリンズで活躍したチャーリー・ベネット捕手の名を球場名にした。1896年4月28日会場。 1894年に誕生し、ウエスタンリーグに参加していたデトロイトタイガースが MLB アメリカンリーグの球団になって以降もそのままベネットパークを使用し1896年から1911年まで本拠地にしていた。木製球場で火事の危険性が高いことから1911年のシーズン終了後に取り壊され、跡地に 鉄筋コンクリート製のネビンフィールドが建設された。一塁側の頃を投手が補給している場面。外野席はあるがその前に立ち見の観客が立っており、フェンスはない。内野席のスタンドだけであった。シカゴカブス対ピッツバーグパイレーツこの時の観客数は17,036人と記録されている。ありがとうございます。